はい、7月2日です。みんなの銀行というね、すぐに儲かっちゃうそのアプリを紹介し続けて、私もね、2週間を超えたところだと思います。で、昨日はどのぐらいの報酬が入っていたのかなって見ますと、6000入ってるんですよね。昨日1日で6000ですよ。ですんでね、毎日3000、4000、時には1000円、6000円、8000円と入ると、いや、本当に嬉しいですよね。普段の活動してる中で、こんなにね、楽ちんにお金を稼ぐことっていうのは、私もね、いろんな情報を扱ってきましたけども、ちょっと今までに類を見ないんですよね。で、しかもこれ、リスクがないんですよ。通常儲かるものって、ものすごく時間がかかったり、なんか一定のスキルがいったりね、それからの最初の資金投入がいったりするんですけども、これは簡単です。アプリをダウンロードして、ダウンロードした後に、自分のプロフィールを打つ欄に、私のね、紹介コードを入れるだけです。そうすると、あなたに1000円入った状態で、みんなの銀行というアプリがスタートするんですよ。まあ、これはですね、デビットカード機能を使った、まあ、銀行に似たようなアプリなんですけども、まさにね、普通の銀行の口座として使ってもいいかと思います。今までお使いの銀行との紐付けも簡単にできますんで、私もね、三井住友銀行と紐付けして、報酬をいただいたらそれをすぐにね、三井住友銀行の口座に入れるようにしてるんですよ。さあ、移し方なんですけども、ちょっとこちらの画面をご覧いただいていいですかね。アプリを開いて、で、こちらのタップして、ぐーっとドラッグしてですね。はい、これで入りました。ね。で、ここに入ったお金っていうのはそのまま三井住友銀行に移せるわけですよ。ね。簡単でしょ？こうやってユーザビリティも優れているみんなの銀行というアプリ。別に報酬がなくったって使い倒してもいいと思うんですけども、でも今はね、報酬もらっちゃいましょう。まずは紹介コードであなたのアカウントを作ったところからスタートです。そうすると今度はあなたの紹介コードが発行されますので、それをもとにね、明日出勤したら、会社の同僚の方とかね、先輩上司とか、そういった方に勧めてみてください。周りの人を1000円ずつ稼がすことができます。そして、あなた自身も人を稼がしたら、自分にも1000円入ってくるんですよ。紹介した人に1000円、紹介された人に1000円で、合計2000円がね、こうやって順番に入ってきますんで、明日にでもそのお金っていうのは引き出せるようになります。ということでね、この後動画を見た後で、プロフィール作るためにぜひね動画これねアプリをダウンロードしていただいて、そして、紹介コードを入れていただくと、そうするともうそのお金っていうのは明日から引き出せますから、いいでしょ。これねキャンペーン中にやらないといつ終わっちゃうか分かりませんからね、どんどん進めてみてください。もう最近ね結構 YouTube されてる方もこの動画をどんどん出してくってるんで、もうしたら広告予算早めに終わっちゃうかもしれないですね。ご用心ください。すぐにやってみてくださいね。それでは。